ジュエリー根本の根本光井です。今日はですね、この鑑定書というものと、もう一つジュエリーには、この証書というのがありまして、この鑑別書というのがございます。これの2つの違いについてということでお話をしたいと思います。こちら鑑定書と呼ばれる、通称鑑定書と呼ばれるものですね。こちらグレーディングレポートと呼ばれるものになります。こちら。鑑定書という呼ばれるものですね。こちらに関してはグレーディングレポートグレーディングレポートといってダイヤモンドにしかつきません。またもう一個の鑑別書ですね。鑑別書この鑑別書と呼ばれるものに関してはダイヤモンド以外のものでも付けられます。基本的にダイヤモンド以外のものに関してはこの鑑別書と呼ばれるものですね、というのが通常の証書として付く場合があります。こちらに関しても第三者がですね、鑑定機関がこの光学的特徴であったりですね、この拡大の検査を検査をしてですね、この宝石が何であるかというのを判別したもの、要は鑑別したものというのの証書になっています。ですのでこちらに関してはその内容をこのですね、何をもって、この宝石がこの、宝石であるというふうに認めてあるかという内容が記載されているというものです。宝石に関してはこちらの鑑別書というのがほとんどのものは、つく形になりますが、この鑑定書、要はグレーディングレポートというのは、ダイヤモンドにしかつかない、ダイヤモンドの等級付けがされているものを、このグレーディングレポート、通称鑑定書というふうに呼ばれます。この2つの違いということですが、どちらも基本的にはコストがかかります。料金がかかります。やはりこの料金を支払ってこの鑑定書、鑑別書というのがですね、付けられているということをご理解いただきたいというふうに思います。鑑定書の場合、こちらのグレーディングレポート、ダイヤモンドにしかつかないというものに関しては、基本的にダイヤモンドと等級付け、ダイヤモンドの 4C と呼ばれる等級付けがされております。ですのでこのダイヤモンドに関しては基本的な金額というのがこの 4C で決められているということがありますので、この 4C の内訳で金額が決まってくるというふうに思っております。やり取りをされているという形なんですが、そのお店によって金額が違うというのもこの鑑定書グレーディングレポートのものになりますね。ダイヤモンドの等級付けがされているものも値段がお店によって違うということです。またこの鑑別書に関しても実際にどんな宝石でもこの鑑別書というものがつくことになります。ですのでいいものだから品物が良いものだから鑑別書がつくというわけではございません。実際には、この値段に関係なく鑑別書というものが付けられます。これに関しても料金が発生するものになりますので、ある程度お品物が良いものでなければ、つかないというのが通例にはなっていますが、実際のところどんな宝石にも付けられるということで、高額なものでなくてもこちらの鑑別書は、付けられるというのをご理解いただきたいというふうに思います。宝石につけられる証書、この鑑定書、また鑑別書のほかにですね、お店で発行する、こちら保証書というものがございます。こちらはこういったお店独自で、販売をされた経緯というものを証明する、保証書というものになりますので、大体、この3つがですね、この、宝石に関係している証書と言われるものになります。こちらの鑑定書と呼ばれるグレーディングレポート、
またこちらの鑑別書と呼ばれる宝石の何をもって宝石、この宝石だと断定している証書というのと、お店の保証書ギャランティーと呼ばれるですね、この3つの証書がありますということを今日ご紹介させていただきました。